こんにちは。予約したちょっぴちゃんですが、はい、かしこまりました。こちら携帯で QR コードを読み取ってもらって、はい、入力フォームが出てきますので、はい、入力の方お願いします。あ、じゃあちょっと取ってくるね。こちらが部屋の鍵になります。はい、鍵、はい、現在開いてますので、はい、開けていく際に貴重品とかあれば、はい、ご利用ください。どこでした？一番手前のシナモン。シナモンね。あ、へー、ここになります。へー、2つ目のドームテントで、その前まで車つけれますので。あ、本当？はい、止めやすい形で。こう行けばいいんですか？今ここ管理棟で、はい、そのままぐーっと上がっていただいて、はい、こっちに。こっち行くんですか？はい、はいはい、上がっていただければこちらにスペースありますので、バックしていただければ、はい、すぐ入れる形になります。でチェックアウトが10時になりまして、はい、もし追加料金とかなければ、うん、入り口の黒いポストの方にルームキー返却していただければチェックアウト終了になりますので、お使いください。わかりました。でお食事はもう冷蔵庫内に入ってますので、はいはい、お客様のタイミングでお召し上がりいただけるのと、はいはい、ドリンクも、無料で入ってますので、はい、お飲みください。はい、でこちらの管理棟が朝8時から夜の9時までになってます、うん、ので何かありましたらその時間帯にお願いいたします。はい、わかりました。でグリル使う時なんですけど、はい、中に紙あるんで見ながらやっていただければ大丈夫なんですが、はい、元栓開けてから5分から10分してから火の方をつけるようにお願いいたします。5分10分してから、はい、バーベキューシートが上に置いてありますので、そちらを引きながらバーベキューの方を行ってください、はい。でワンちゃんはベッドとお風呂の中には入れないようにお願いいたします。わかりました。はい、ですね、こちらの目の前まで止めていただければ大丈夫です。はいはい、で2日間なのでドリンクの方と、バスタオルとフェイスタオルの方は準備してありますので、次のお料理ですね、はい、何時頃お持ちいたしましょう？次のというのは今からの夜のご飯は入ってて、今日は入ってるんです。明日のやつ夜ご飯とか何時でもいいですよ。何時でも大丈夫ですか？うんうん、分かりました。では準備でき次第お部屋にお持ちする。5時ぐらいですか？そうです。5時ぐらいね、分かりました。と、はい、いう形で、はい、はい、では以上でしょうか？はい、よろしくお願いします。行ってきます。はい、明日晴れるとねえ、晴れてほしい、本当に晴れてほしい。はい、というわけでね、4回目のグランピング北陸へね初上陸しました。うん、ここはね、あの美浜町にある、グランツさんなんですけど、あいにくの雨でね、もうさっきまですごかったですよ。土砂降り状態なんですけど、もうほんとこれ目の前が海でね、晴れてたらほんとロケーション最高っぽい場所にありますねこれ。うん、で今回ねちょっと閉めようか、風もあって、おおすごいよ。なるほど、こんでいいのかな。で今回ね初の
ドーム型への宿泊ができるんでね、ちょっと楽しみなんですけど、ちょっと本当にまだ雨降ってるんでね、外からの映像ってちょっと撮りにくいんですけど、まあ恒例のねルームツアー開始ティーちゃん、もう荷物とね、あのティーちゃんとチョッピはもうね先に入ってもらって、ちょっといろいろ今準備をしてたんですけど、これねちょっとこんな感じなんですけど、いやこれ想像してたよりめちゃくちゃいいぞこれこれめちゃくちゃいいぞこれ、ディちゃんねえ、チョピ、やっぱりまだ1年未満なんでね、全部綺麗うん、すごい綺麗、うん、こういうドーム型って俺なんかもっと汚れも目立ってんのかな勝手に思ってましたけど、で嬉しいなと思ったのがね、引いてあるんですねこれタイルマットで、朝ここからコーヒー飲みながらね海を見ると、あすごいいいこれねえ、ちょっとおしっこしたいかなと思って、あのトイレシートここにあったやつをねこっち出しちゃいましたけど、なんて言うんだろう、こういうのもそうだけどね、多分これ女の人がいろいろプロデュースしてるのかな、なんかかわいい全ての演出がなんかかわいい、うい、ディちゃん、ディちゃん、ディちゃんまだその余裕ない余裕、うん、すごいと思うんですけどね、ここどうでしょうか、でこれもね床もねすごく滑りにくいです、めちゃめちゃワンコファーストっすね本当に、そうそう、なんか一つ一つ本当におしゃれちょっと暑いんでエアコンつけましたけどね、いやーどうでしょうこれ、晴れてて欲しかったなティちゃんな、ねティちゃん、ティちゃんってばおしっこしなよティちゃん、おしっこしな、ティちゃんはおしっこしな、ちょっと向こう行ってくんねジョビ、ちょっと向こう行ってくんねジョビね、落ちへん大丈夫落ちそうだぞジョビ、ひっくり返らんでよ頼むよ、ワン、いいじゃんじゃあちょっとね、そうそう、で俺あのドーム型に泊まるときってトイレとかお風呂ってどこにあるのかなと思ったら、こうやってね、別々になってるんですねこれね、隣がドームで、まあこっちがねキッチン、うんって感じですね、いやすごいな、ほいでなんか本当にワンコファーストだなと思うのはね、ペットカートも置いてあるんですよ、ちょっとした散歩に使ってもいいよってことだと思うんですけど、これはねすごい気遣いなんじゃないでしょうかこれ、で今日あの一応ねアマゾンで花火も買ったんで、バケツもねこうやって用意してもらいました、まあ今日はできないよね、チャッカマンとね、すごいなで、電子レンジ、これはもうさっきねあのコンビニで買ってきたんですけど、すごいものすごいしっかりしたシンク、すごいしっかりしてで、冷蔵庫もこれガチだもんねこれアクアさんので、
ここもね、前に泊まった伊勢と同じようにこれだけの量フリードリンクでございます。すごい。で、今日のね夜のご飯はもうすでにこの中に入れてあるんで、自分の好きなタイミングで焼いてくださいということでした。このレッドブルは俺が買ってきました。なんかすごいな、ドレッシングから何から。これが朝ごはんかな、これ。そうだよね、多分このパンが置いてあるところ見るとね、グラス類とかもこの辺もねしっかり入ってるし、あ、これか、これで焼くのかな、パン明日の朝用だね。お皿で綺麗だしね。ね、これでも換気扇でここで焼いちゃって本当にいいのかっていうぐらい心配になる感じだけど、網の直焼き禁止。すごい綺麗だな。なんか見たことない、普通のグリルとなんか違うね、これ。あ、リンナイだもん、さすが外国製じゃないよこれすごい。でトイレ、お手洗い、こんな感じですね。え、おしゃれじゃないですか。でここがバスルームよっ。こんな感じですね、アメニティもしっかり。ドライヤーはやっぱりパナソニックですよねでタオルがありの、ここがお風呂。おお、おしゃれすごいでか、これでかいね。いや、これ一人で使うなんて超贅沢。何リッターお湯張らなかんだろうって感じだけど、でジャグジーか、これジャグジーだな。ライトアップもできるの。ああー、なるほど。へえ、すごい、すごいな。これはちょっとこれで楽しみだね。で一応ねこんな風に、まあちゃんとね、あの壁になってて外からは見えませんよと。まあここからでも星空見ようと思ったら見れますね、これね。いやー、なんか本当にまだできたばっかりって感じ。なんか本当にできたばっかりだねっていう感じるぐらいめちゃめちゃ綺麗、すごい綺麗、超嬉しいこれ。いやー、これは贅沢だな、本当に超贅沢だね。明日一応ね、曇りの予報なんで、まあしっかり晴れなくてもね、雨だけはちょっとやんでほしいかなっていう。すごいな。まあ晴れたらもう一回ちょっとこれ撮り直そう明日ね一応晴れないことを前提に今ねちょっと撮影してます。こんな感じですね。でフリー Wi-Fi で、まあ、飲み物はね、この他にドンペリがあるローゼ安いじゃん。へえ、すごーいよし戻ろう。
ただいま。ただいま、ティちゃん。ティちゃん、ただいま。どうだ、ティちゃん、おしっこした？おしっこしなきゃかんよ。おしっこ、ティちゃん。ティちゃん。ティちゃん、ここ入んな。ここ入んな。ここ入んな。こういうとこ好きでしょ、ティちゃん。入った。いいよ。入んな、入んな。入んな。おいで。ああ、そうそうそう。かわいい。ティちゃん。どう、そこ。いい感じ？おう。ティちゃん、入って。入って。はい、ティちゃん、入って。はい、入って。入って。はい、入って。はい、お座り。お座り。お座りね。ティちゃん。ティちゃん。どう、気に入った？気に入ったかい、ティちゃん。ん？はい、というわけでね、ちょっとバタバタしてましたけど、もうだいぶね、時間がもう6時ぐらい、チョッピもティもお腹空いてると思うんで、今からね、晩ご飯作ってきます。これがね、用意していただいた、食材です。で、これはね、これ僕ががっつり食べて、で、明日の朝の分のチョッピとティーナのね、おかずって考えた時に多分足りないなと思ったんで、ここからね、車で10分のところにスーパーがあったんで、急いで買ってきました。じゃあね、ちょっと焼いてきます。これ最新だね、やっぱりすごいな、なんか、なんか作りがすごい。じゃあ焼いていきますか。すごい新しい感じ。網目がないから下に落ちなくて汚れないんだよね、このグリルが、そもそもが。ここは多分ね、ご飯が用意されてないんだね。あんまり気にしてなかったけど、よかった、コンビニであの佐藤のご飯買ってきて。よかったよかった。焼くぞ。これ家で使ってるトングと全く同じだもんでさ、すごいやりやすい。嬉しい、これ全く同じやつ、嬉しすぎる。よいしょ。あ、ちゃ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 、はい、というわけでね、急いで焼いたんでこんな感じになっちゃいましたけど、まあ鶏ももね、今からちょっと切って、チョビとティーナにご飯ね、先食べさせてからゆっくりいただこうかなと思います。はい、できました。今からね、チョビとティーナのご飯タイムです。と、よっしゃ。ふっ、雨、風もすげえんだけど、風がすげえ。お待たせー、ジョイちゃん、ティちゃん、チョピー、ティちゃん、お待たせー、ちょっと待ってよ、うい、ワンワン、チョピーこっち、はい、どうぞどうぞ、よいしょ、お腹すいたね、うい、はい、焼きたて。ちょっと照明が暗いであれだけどな、映ってるかなこれ。ティちゃん食べな、食べな、おいしいよ、おいしいよ、ティちゃん、はい、こっちおいで、ティこっちおいで、はい、おいしいよ、焼きたてだよ、焼きたてだよ、何見とんの、俺の指見てんの。食べな早く。おいしいよ、チョピどう、おいしい、おいしい、チョピいっぱい食べなよ、いっぱい食べな、いっぱい食べなよ、チョピ、じゃあ早く食べな、はい、どうぞ、はい、どうぞ食べな。
よいしょ。おいしいチョピ。ごめんね遅くなって。ごめんね遅くなってティーちゃん。ティーちゃん食べれる？食べれるかなティーちゃん。大丈夫？はい食べな。おいしいよ。焼きたてだよ焼きたて焼きたて。焼きたてだよ。汗かいて焼いたんだよ俺。ねえ。はい食べな。よいしょ。いっぱい食べなよ。熱い。まあ今日はもう本当のんびりだなもうね。うん、おいしいね、チョピ。おいしいよ。おいしいんだよ。ティちゃんもだいぶ慣れたな。ご飯食べれるようになったもんね。ねえ。お腹いっぱいになった？ちょっと俺お風呂入ってくるわ。チョピちゃん、ティちゃん、お風呂入ってくる。待っとって。寝とって、寝とって。疲れた。疲れた。チョピ眠いよ、チョピ。その顔。チョピちゃん、眠いよ、チョピは。眠いよ、チョピ。いいんだよ、寝ていいんだよ、チョピ。眠たいね。眠たいよ、チョピは。うん、眠たい。お風呂入ってくるね。お風呂入ってくるね。ね。ちゃん、みんな晴れろ晴れろって願ってくれたけどさ、雨だわ。二日目も雨だ、ティーちゃん。どうする？何にもやることないよ。あんたなんで鼻が鳴っとんの？鼻大丈夫？なんでお鼻鳴っとる？そんな、ねえねえティーちゃん。ティーちゃんねえ、お出かけもできんしな、困ったもんだね本当に。ねえ、初めてだね初日も2日目も雨ってね。ねえ、ルームツアーは一応撮ったし、あと外からも撮りたいけど、こんな曇り空じゃな
またあと1時間後に雨降るらしい、じいちゃん。やだなねえ、なんか考えようか。ちょっととりあえずコーヒー飲んで考えるか。はい、というわけでね、2日目の朝です。これね、あの用意された朝ごはんなんで、このホットプレートを使うんだね、これね。今電源入れましたけど、まあこの説明通りね、作ってみようかなと思ってます。いや、しかし本当あいにくの天気でね、これも花火まで買って考えてたのは、2日目の夜にライブでね、あのこの花火してるところもね、お届けできればなと思って買ったんですけど、来年期限ってないのかな、花火って。打ち上げ花火も買ったのにな、残念。いや、とりあえずね、朝ごはん作って食べまーす。これに、冷蔵庫の中よく見たらね、コーンスープもあったんで、こいつはなんだろう、レンジでチンすればいいのかな、そういうこと。そういうことですかね。飲んでいいのかな。さて4分経ったけど、どうだい。おお、飲んでいいのかな。これどうやって取るんだろう、これどうやって取るんだ、これは。はい、というわけでできました。どうでしょうか。間違ってないかな。じゃあいただきます。はい、というわけでね、今2日目の、夕方なんですけど、やっぱり初日同様かなりね強い雨と風が吹いてまして、非常に残念ですね、これ本当に残念。あの本当にこれ晴れてたらね、もう最高のロケーションだと思います、これは。で明日一応晴れの予報なんでね、まあ明日帰るんですけど、まあ、チェックアウト前にね、本来撮ろうと思ってた動画いろいろ撮影できればなとは思ってるんですけどね。
やることないんでいろいろね、まあ気づいた点だとかその辺も踏まえてちょっとね思ったのが、これなんていうんですかね、このドアとかもねすごいなんかね高級感、多分これね結構高いと思うんですよこれ、作りがねものすごいしっかりしてると思いますこれかわいい、ティーちゃん1回しか入らんかったなここに。まあルームツアーねお金取ったんで重複する部分はありますけど、まあ改めてねこれがねドームテント内ですねこれね、こっちから行こうかベッド側からね海の方向を見るとこんな感じですね、もうね本当に広い、広いっす、でシングルベッドが一応こうやってねあの2つちょっとこの辺脱いだ洋服があるんで下の方映せないですけど、とにかくね、ネット見たらねオフィシャルのサイト見たら、去年の7月にオープンしたらしいんですね。だから実際には1年経過してるってことなんですけど、掃除がね本当に行き届いてるのか、まあ、そもそもこのドームテントの作りがねしっかりしてるのか、全然なんかこの劣化してる感じも何にもないですこれ。すごい本当に。で、まあ、このドームテントとよいしょバーベキューするね建物、お風呂とトイレ別々になってるんで、そこもねちょっと気づいた点今からちょっとねご案内していこうと思います。これが料理したり、まあお風呂トイレがある建物なんですけど、こう見た時にこのドア、このドアがね本当に優れもので、ちょっとまあ雨降ってるんですぐ閉めちゃいますけど、こういう形でね全開できるんですよ。全開できて、でまあ網戸があるんで、まあこういうふうに閉めるとちょっと雨がすごい。これあの夏のね海水浴シーズンとかだったら、まあ目の前ね本当にあのプライベートビーチですよこれ。完全な海まで15秒海まで15秒だし、もうそのこれまあご覧の通りね、もう見ていただければ分かると思うんですけど、もうオーシャンビューじゃなくてもうオーシャンフロントですもんね完全に。まあねもうちょっと左の方にねあの砂浜へ降りる道があるんですけど、これ海水浴シーズン、まあ、7、8、9でいいと思うんですけどね、まあ、6でもいいのかな。こう普段ね晴れてたらすごい穏やかな海みたいなん で海水浴ね家族で楽しんだ後にねここへ戻ってきて、でそこにねここは屋根があるからいいのか、ここにねこれ砂とか落とす用だと思うんですけど、ちゃんとシャワーもついてるんですよ。あ冷たい。でその後お風呂入るみたいなね、そういう使い方ってめちゃめちゃいいんじゃないですかねと思いました。でねあと3棟あるんですけど、ワンコと泊まれるのはね今日僕が泊まってるこの1棟のみなんですね、ここだけ。だからそのワンコ連れのグランピング専用っていうわけじゃないんで、ワンコ連れでもこうやって楽しめるし、ワンコやペット関係ないね普通の家族の方でも楽しめるというね、
すごいいいと思う、ここ本当に。まあ明日ね、晴れ間の中撮影して、多分ね、あの僕が想像してる、ここのね場所の素晴らしさをお届けできればなと思ってます。はい。晩ご飯の追加のお肉をね、買いにちょっとネットで検索してね、一番近いところに来てみたんですけど、あれやってるのか。すごいね、なんかテナントが。地方のスーパーって感じだね。お肉売ってるかな。スーパーだからあると思うんだけど。何これ。卓球台がある。懐かしい。寄付金箱に入れてくださいって書いてあるわ。へー、いいね、自由に使えるんだな。なんか応援したくなるな、こういうの。ねえ、すごい頑張ってんだね。へー、すごいな本当に。でもなんかあのこの地域の人たちにとってはね、なくてはならないスーパーなんだろうね、どう考えても。でお肉どこにある。お肉どこにあるの。あ、ここか、これか、これか。よいしょ。まあこれだけあれば、これまあ夜食用に買ってきちゃった。これとこれがあればね、チョピとティーナの今日とね、明日の朝ご飯用はまあこれ食べるんじゃないかなと思います。よし。はい、というわけでね、2日目の晩ご飯今から作っていきます。ちょっとね、昨日と違って肉盛りと海鮮というね、あのコースにしてみました。楽しみだぞこれ、伊勢のリベンジだこれ。さあさあ、うまく焼けるかなって感じですけど、であとちょっとティーちゃんのね、ご飯、まあこれも足してね、明日の分と一緒に作れればいいのかなと思ってます。今から焼いていきます。超簡単。なんかあの海外製の外のやつなんかね、分かりづらいっすね。よし、焼いていくか。先にどれ使えばいいかな。
と魚と魚と魚はい、というわけでね、海鮮&肉盛りできました。サザエもバッチリ普通に焼くだけだもんね、サザエなんてなんでできんかったんだ、めっちゃ不思議やけど。で、今からね、ちょっとまた粗熱取って、この辺がチョキちゃん、ティーちゃんのご飯なんで、鶏と、まあちょっとこの牛もね、ちょっと焦げちゃったけどミックスしたものと、かぼちゃをあげたいと思います。まあ、お腹空かしてると思うんでね、まあ、なるべく早く作ります。よし、 OK。 晴れたぞやった。
場ですねこれね。あでもなんか5月の連休はすごかったとか。ああ、まあ連休はそうでしょうね。過ごせますようにってね願ったからね。ね、これ投げてみようかじゃあな。よし行くぞ。ねえ、お願いします。